ちは。お疲れ様です。今日これやってみようかなと思って。いや俺もね、これ自体は知ってたけど聞くのは初めてですね。ロジャーメイヤーのこのブードゥーなんて XX なんかね、このデザイン独特っすよね。そうです、あんまり見ないですよね。上にこのなんかここにもつまみあって、うん、ここにもなんかこうこれなんか刺すとこ結構あんのよね。そうですね、うん、これ何これ。 BF アウト BF アウト3 HW アウト1みたいな。アウトが3つあるね。話によるとハイとローでドライブが分かれてるんですよね。この何ですか。ああ、はい、そうです、ね。ハイのなんか歪み、ローの歪みみたいな。うん、これをなんかいじくって、うん、ミックスってそういうことなのかな。そうですね。別回路にしているから、うん、その横のつまみのミックスで。ミックス具合で変われる。だから真ん中してたらちょうど半分半分みたいな感じなのかな。多分そうだと思いますね。やってみましょうか。もうごめんなさい、あんま分かってないですけど、気合でなんとかね。じゃあちょっとやってみましょうか。JC で音出しますけど、じゃあピコッと。今ゼロなんですけど、半分ぐらいまで上げてみましょうか。 EQ もなんかじゃあ真ん中でやったらこんな感じ。なんかファズっぽいな。そうですよ、ちょっとファズ気味。はい、上げてみましょう。ジョリジョリ感出てる。こっち上げてみましょうか。モコット感がやっぱ強いな。じゃあダブルで。結構俺今のの好きかも。どう？いいんじゃないですか。弱火で。ディストーションの括りに入ってたのこれ。入ってましたね。パズっぽい感じがすんねんけど。いやでもディストーションか、うん、パズではないか。ミックスでいじったら変わんのかな。ミックスって何がミックスなのこれ。ハイかローかってことか。真ん中で使うのはいいんじゃないですかこれ。感じですか。
好みはね、俺の中ではね、全部上げ切ったのが好み。まあ歪みがかかってるって分かりやすいからなのかな、うん、まあ自分の好みでこう抑えめにしたりとかして、まあ的な、はい、初ロジャーメイヤーでございました。感想どうですか。俺結構好き、うん、あの超ハイゲインなのロングトーンのギュイーン早弾きトーンっていうのじゃないですけど、うん、なんか味のあるファズっぽい、うん、なんていうのあの表現したい時みたい、まあ、なんかマーシャルとかで使ったらなんか変わりまた違う感じでマーシャルとかの方がいいかもな良さが出そうなのそうかもしれないJC でやっちゃいましたけど、まあこんな感じでね、あの緩く楽しくやっていきますから、あまり僕に求めないようにしてくださいすいません。毎日投稿頑張ってますから、元気もりもりでやっていきますから、元気もりもり。これ前半でやっておくべきだったな。まあ相手は触れないですけど、すいません、うん、子供たちはやってるみたいなんで。見たことないですね。見たことないねまあね、今後もね頑張っていきますから、よろしくお願いします。